母が妊娠症で、はい、姉が男性で、父が酔っ払いで、私が一発やっそんな感覚じゃん残ってんのそんな見たことなかったから、だからそれが私一番ショックでもうダメだと思ったら、逃げるも選択肢の一つだと思っているなるほどなるほど青、はい、人とこ青人とこ今日は西岡澄子さんを深掘りしますよろしくお願いします,しますああ西 よろしくお願いいたします。でも、お、お、俺らはそのイメージは。ありがとうございます。でも、初めましてですよね。はい、あの、がっつりお仕事させていただくのは初めてです。そうですね。はい。一緒にロケ行ったりとかしたことないですないですメイク室でお会いしたくらいのほどで。はい。その頃は。 s m でやってはりましたか女王様の時とあのフラふらしてる時とあそうですぶれ、はい、てる時とだからその僕はやっぱりそのやっぱそのどうしてもこう芸人として見てしまうので、はい、その s m の後期からグラグラしてるところの話がやっぱ一番聞きたいんですよ <laughs> <laughs> あ俺見てるに、はい、正直あのー、s m 女王やってる時、はい 全然楽しそうにしてへんかった。そんなそんなことはないです。必死必死でしたけど。見るにあんまり楽しそうじゃなかったから、あれこ本人はあんまりやるじゃないかなとか。あのやりたくてやってるんですけど、あの本当にその能力以上のことをさせていただいたので常に必死だったっていうのはあります。はい。晩年はもうやめたいと思ってたんですか？S.M. のキャラクターは。僕楽屋でちょっと。 あの西岡さんの話になったことちょっとフッと思い出して何かすごい何でも嬉しいです私が出になることあるんですかど,どこでやったかな、はい、何でやったかちょっと忘れたけど、はい、西岡澄子さんがもうどうも SM をやめたがってると、はい、<laughs> キャラをあでもそんな話してくださるんですね、はい、ほんでほんであのこれ俺が聞き手や、ねはいはい、ででそれがあの西岡澄子さんがもう SM やめて普通の えー、タレント、はい、その服も SM の服着ずに普通のタレントとしてやりたいみたいな感じになってると、うんまあ、みんながあと2年辛抱してやりゃ、うん、自然とそうなるのになっていう会話をしてて聞きたたかったですそああでもその2年間みんな我慢できひんよなっていやそれ結構あんの,あの男性でもねもうあと2年頑張ってもうそれやったらええやん言うて。 もっと早く聞きたかったです言ってそれいや俺も聞いてるだけだからそれ誰が言ってたかちょっと忘れたけど 迷ってでそのやっぱりり生き残りたいいじゃないですか、うん、だからそのこのまま行くのかちょっとずつ私服になった方がいいのかでも私服になったからといってその話術がたけてるわけじゃないからそれをどうしたらいいんだろうと思いながらでもそのずっとお仕置きしてあの先輩方に何癖つけてることがしんどくなってきちゃって、うん、というのがあったりとかしてでもうなんかその気持ちもしんどい。 し、とりあえず私服になっていこう、なっていこうって移行してったんですよ。早かったってことですか？早かった。今言いまくるんですか？<laughs> <laughs> でもまあまああの今またこうやって新たな違うチャンネルですごい活躍してはるから、ね。全然活躍してないです。本当にあのえっとなんていうんですか、今日は誰が呼んでくださった会ですかこれ？いや俺俺俺。本当ですか？ちょっと話聞きたいなと思って。日々どういう生活なんですか？か本が。 出てるんですよ。まあ、<laughs> そんなに衝突にセンスがなさすがに本 <laughs> 本はあの読んでないですけど。<laughs> いいいいあの9月20日に出てまして、盆骨一家2年目っていうあの2冊目になります。そうですか。はい、で一応家族構成が母が認知症で、はい、姉がダウン症で、父が酔っ払いで、私が一発やっていうので、うん、えっと2020年の6月にコロナ禍に。 実家に戻りまして、はい、今4年経ってる感じです。お姉さんは、えー、とダウン症で何個上ですか？1個上です。1個上、はい、お父さんはもうどっぷりお酒ですか？お酒が好きです。で、お母さんが認知症。そうです。日々じゃざっくり西岡の1日はどんな感じで始まるんですか？大体朝起きますわな。大体朝5時に起きて。朝5時？そうです。あのハー起きるので。 でえーとまあ、大体同じに起きて<う>で、えー、とその日一日分の作り置きをまずしてすごいなあいや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 保存容器に、うん、1>, まあ1食分として、えー、と1人朝昼晩じゃないですか,だからこれが3つだから、まあ、9個、うんうん、朝一緒に作ったものを母と一緒に食べるっていうのから始まってその時もやっぱりあのえなんて言うんですかね今までになかったやっぱあの人の悪口とかをすごい言うんですよもうしょうがないんですけど。 やっぱり認知症、無症ってそういうのあるんやな。私もなんか、やっぱ人それぞれだと思うんですけど、うちはその昔は全くなかったのに、あのー、すごく言います。あのー。 はい、テレビの人の悪口も言うしあの知り合いの方の悪口もとにかく朝悪口から入ることがすごく多くてでもその言うところがないっていうのも多分母あるんですよ。であの私台所こうあってこっち今なんですけどこっちに在産に座って母がその私にこの悪口を言うずっと言ってくるからで、えー、と私もその疲れちゃうから。 こっちでその結構な音量でロックとかかけて中和させるっていうのをやるみたいあとまあそのまあ軽くまあ掃除する時間があったらまあバーっと掃除して、えー、でまあ仕事からつ時は出かけていく、はい、感じです。はい。 お姉さんはあのどれぐらいの介護が必要な状態なんですか？あ,あれは全然えっと大丈夫程度が難しいんですけど、なんて俺の同級生とかのお姉ちゃんの場合は集団作業所みたいなのがあるやんか。あそうです。<あ>うちもそうです。あそうやんな。ほんで、ね、時間になったら送って行ってバス乗ってで、ね、迎えにだけ行くっていう。そうじゃあその行って帰ってくるっていう。うん。だからう,うん、うん、そいつもやんちゃなやつやったやんやけど、はい、どんなどんな。 そんなやんちゃな、どんな子、な、どんなことしても、お姉ちゃんだけは絶対迎えにとったからな。ああ<ー>、もう今まさに、どつかい始まるぞっていう時に、ちょっと行ってくるわ。<laughs> 今井君。あ、でも、思ってますね、ちゃんと。今井君。<laughs> ちょっと戦力ダウンやん、みたいな。<laughs> 今までは、えっと、母が、その面倒を、ちゃんと姉の見てきて、で、今も、えっと、見てるんですけど、うまくいかない。 ことも出てくるので、はい、でそれはえっと作業所の職員さんが私に連絡してきてくださって、うん、で母ができてないことをとわからないようにアシストしてくれる感じです。私と職員さんで、なるほど。はい。だからすごく恵まれてます。うん。はい、昔あのそういうこう番組で取り上げた時に、はい、老人ホームに行ってる人が、はい、あの。 モザイクかかってる人とかか,かってない人と聞いててはい、はい、これどういうかげんなんて言ってたのはモザイクかかってる人は自分が老人ホームに行ってるんじゃなくて仕事しに行っっててると思そうじゃないと、はい、あのー、なんか行かへんみたいななるから仕事しに来てるんだっていう体で。うん そういういところのケアケアハウスっていう名前、ね、俺ちょっと詳しくわかんないけど、はい、そういうとこ行ってるからテレビではモザイク入れるんですって言ってあったあやっぱいろんな方がいろんなパターンがあるからそれいらっしゃいますねうそうですね俺とかやったら単純にそのなんでお母さんをそういうプロのところに預けへんの私も日々戦ってまして、それ。私が思た時は、 まだえっと認知症がどういうものかっていう知識もなかったんですよ。地域包括支援センターの方、うん、でもその名前も知らなくてそういうところがある、うん。俺も初めて知りました。私もそう聞いたんですけど、そのえっ、ー、と何もこう私みたいにわからない人とかが電話すると、そのどういうケアをしたらいいとか、うん、こういうサービスがありますよっていうのを教えてくださったりとかするんですよ。で私の場合だと、えっ、ー、とその養介護認定を 取った方ががいろんなサービスが受けれるので、えー、とまずは、えーとうん、書類出して認定員さんが来てで、えー、とうちで母にこう、まあ、いろんな質問をするんですよ。でそうすると,その、えー、とどれぐらいの要介護認定も要支援とか要介護とかいろいろあるんで、うん、その辺のどこになるのかっていうのが分かるので分かった時点でうちの家族に合ったケアプランを、えー、ケアマネージャーさんが立ててくださるっていうことができますよって言って。うん でも、えっと、その地域包括支援センターの方が一回うちに見に来てくださったんですよ。うん、で見に来る時もあのうちの母がもう頭かち割って死んでやるってって荒れるから、うん、母と姉と父3人の様子を、えっと、見に来るって母だけじゃないっていうのはどうかって言われて。 そういうアドバイスもしてくださるんですよ。すごいな。はい、はい、で私もその通り言ったんですけど、母にもすぐバレまして、そんなわけないだろうって言って。<laughs> <laughs> <laughs> そんな感だけは残ってんの。<laughs> いやはいもうそうそうです。全然残ってますよ。はい。そんなややこしいなそれ。<laughs> すぐバレたと思って。うん、であのででも例えばじゃあその職員さんが来た時にもう合わないって言ったらそれでもいいですよ。でもとりあえず行きますねって言ってくださって<れ>来てくださったんですよ。よ、うん、であのその割とその人。 認知症の方のあるあるって聞くんですけど、やっ見栄を張るんですよ。お客様が来たらすごく笑顔でうちの母を迎えたんですよ。さっきまで死ぬって言ってたのに。なるほど、はい、な。るほど。<で>認知症あるあるないや。一応聞きます。でもそのなんか見栄を張れるだけやっぱりまだ大丈夫っていうことなんですよ。<ー>はい。でうちの母ももれなく見栄を張って、であのえっ、ー、と質問にもこうハキハキ答えるんですよ。そういう時だけめっちゃちゃんとするんですよ。<ー>はい。 でえー、とまあ多分、えー、その一応多分要支援とかぐらいですけども、まあ、でも要介護認定って地域によっては何ヶ月もかかるんですよ取るのにだから、まあ、早め早めに動いた方がいいですよって言われて一回終わったんですよ。うん、でもそのあとにその認定さんが,認定さんが地域フ地域包括センターの方が帰っちゃった後に「うん、塩負け!」ってなって <laughs> 私もうなんか疲れちゃって。一回もう私が病みそう なったたかから一回お寝かしたんですよ、うん、もうちょっともうやだと思って、うん、でそっから私もダラダラし始めてでその差し迫ってはいないわけですよそのえー、と徘徊でもないしえっ、ー、と、まあ、寝たきりでもないし、うん、元気ですからでもそのすみこさんの、はい、西岡さんの幸せも考えなあかんやん、はい、そうなんですよ私は私の幸せを第一に考えてるんですよな、うん、なのででで私が一番元気でいなきゃと思ってるんですけど とはいえ、母と姉の幸せもやっぱり考えるんですよ。でも多分ですけど、ここ4年一緒に過ごしてて全員大満足ってないと思うんですよ。それはな、ど,どそれはそれはないと思う。それは無理やわ。だからどこで折り合いをつけるかっていうのを探るしかないなと思ってるんですけど、<ー>それがどこかわかんないまんま毎日過ごしてるっていう感じです。え、今結婚は独身です。一度も結婚もしてないです。してないんですよ。 これはどうしたらいいですかね。それは知らん。それは知らんわ。それは知らんわ。え、いくつ？えっと今四十九ですけど、もうすぐ五十です。五十？あのこれどうしたらいいですかね。おお坊さん紹介するわ。ありがとうございます。特特度したからその一。はい。訴訟問題。ああ。なんかこれも。 私も結構そのキャラもブレってき、ま、し来てたしそのこれに関しても結構ブレるんですけど現在やっぱりその生きてるからどこまで話すかっていうのがそうやなだけどキレイ事ではないからそう,や、ね、そうなんですよ、はい、あそんなにその粗相がっていうことじゃないんですけどごくたまに、えー、とそのトイレの、えー、横に誰のかわからないのが落ちてるんですよ。 で,えっと、母では私はないと思うんですよ、うん、で父酔っ払ってるから、まあ、父か姉はお腹を壊した時のみの可能性はあるんですよ。うんうん、でじゃ誰でもいいんですけど誰も勝たさないし誰も自分のじゃないっていうんですよ。 で、その母は姉をかばうから、その、えっと、うちの誰でもなくて、夜中におじさんが忍び込んで、うちのトイレでそうそうして、こっそり帰ったって言うんですよ。<laughs> そんな変態いないじゃないですか。そんなうちお金ないし、リスクを犯して、おじさんが入ってくるわけないじゃないですか。で、結局、勝たすのが私だから、その、なん、な<あ>そうですよ。そこが誰でもいいんだけど、な結局、私なんだよっていうのが。 何とも言えないっていうのがあります。いや、大変ですね。<laughs> えー、送りつけ詐欺。あ,<ー>あの額面は。五千五百円ぐらいなんですけど、えっと、実はなんか全部その宅配は、えー。着払いは絶対してないんですよ。はい、あの、えー、もともと引き落としにするか、はい、にしてて。で、えっ、ー、と、母から、えっ、ー、と、五千五百円。 払ったけど大丈夫っていうメールが来たんですよ。うん、メールは打てるんですよ。<ー>はい。でえと思ってでその宅配来る日でもなかったしでまあそのままにしといてって言ってまあそのままにするわけでもなくそのえっ、ー、と トリートメントのつけ詰め替えが2つ来ててで頼んでもなくてで、まあ、結局その、えー、と宅配業者とか、えー、とカスタマーサービスセンターとかに、うん、まあ今もろもろ電話してで詐欺ですっていうのが分かってで,でもあの解決はしたしお金は戻ってくるんですけど母はやっぱりもともとしっかりしてたからすごいショックで騙された,みたいです騙されるはずが本当にない人だったから「あのはい騙された」ってなって。<laughs> でえー、ともうだまされないって言ってそのあらゆる人を疑うようになったんですよだ。<laughs> そうなんやな、そういう感じ分かるでも <laughs> でそのえー、と本当の宅配が来る日に私がミスしてしまって、えー、と今日宅配の人来るよって言わなかったんですよ、うん、なので,で仕事行ってで、えー、と宅配の方が来ちゃったからあの娘に聞いてないしあなたなんて知らないからあの騙そうとしやがってって言って、まあ、ちょっともめたわけですよ。大変やでその、私が夜中仕事に から帰ってきたら真っ暗な玄関で母が座っててだからあのどうしていいかわかんないんですよねその誰が怪しくて誰が怪しくないかがわからないからでそのママ何だったらできるのかなって言ってママ何だったら覚えてられるのかなって言った瞬間に泣く顔じゃないのにブワーってなんか泣いたんですよでそんな母見たことなかったからなんかそれが私一番ショックでなんかその元気じゃない母を見ることが私もやっぱりショックだと思ってだからこれがど,どっちかというと一番ショック 自分はなやかにやんに結局しっかりしてる思ってたけどじ自分で自分のことを管理できてないということに気づ,気づいた瞬間っていうことだよね。住みそれこれはあの私の名前を一瞬ですけど母が忘れたっていうのであ<ー>、はい、まだコロナ禍。 でえー、と風邪かかかコロナか分かんない感じで母が寝込んだんですよ。で私がいない間に市販の風邪薬を母も飲んで,、うん、でその飲んだことを忘れるから繰り返し飲んだんですよね。うん、で父は父で、えー、と母に言われるがままに自分が昔その風邪薬どっかからかもらってきたのを母に渡したからそれも飲んだんですよね。うん、で、えー、と姉の、えーとまあ、定期健診とかで行っていくそもらう薬とかも飲んだんですよね。でそれが転が転ってて ってなってでもなん,かなんとなくもう母も朦朧としてるで救急車呼ぶか呼ばないかどうしようかと思ってとりあえず熱はないしと思ってで母が寝る中ずっと様子を見てたんですよそしたらやっぱもうろうとしてるからその忘れるわけですよ。<laughs> でそのふわふわしながら「えー、と姉はそのコロナの予防接種をさせてね」って言って、うんで「もう一人娘がいるんだけど」って言うから。<laughs> え住みだよって言ったら「すみ子」って言ってであのそのすみ子に、えーとそのえーと「結婚してないからあの孫みたい」って言ったらあの本人ショック受けるからまずそれを言ってみたいに母が言って。えー ショックだったですよもやっぱ認知症っていうのが乗っかってるからこのまま忘れてったらどうしようっていうのがあったんですけどでもその回復したんでだから認知症回復することないっていうからそれ聞けば薬の飲みすぎだったですそうですそうですそうですただのそれだったんですけど私がもうちょっと心配になっちゃって「どうなのどうなの?」ってなってでもそうだかおかんっていうのはそういうのようありがちやな 俺も、あのう、おかんが、あの俺を呼ぶのに、まずジュニア呼んで、妹呼んで、犬呼んで、猫呼んで、最後に俺やった。<laughs> <laughs> 日々すごいなあ。いやいやそれ。とんでもないです。あなたみたいに、こう、こう、まあ、こ、言葉が俺、語彙力ないからだけど、まあ、家族の犠牲とか、家族のために。はい、そうやって日々。 過ごしてたらやっぱほとんど自分の時間ないわけやんかでも私も本当に私は私の人生をと思っているのであって思ってますあそうなんやそうですあっほなええやん、うんはい、あそりゃそうやんなそうですあもうダメだと思ったら逃げるも選択肢の一つだと思っているのであなたあるやねあのー、すごいお思ったより 賢い人だね。え <laughs> 嬉しいです。そういうあのお仕事をたくさん事務所で入,入れた方がいいですよそれ。そそそれどういう仕事ですか。いやいやあの介護とかで悩んである人たちに対しての講演とか、もう介護の人たちってほんまにあのしなければならないとか、例えば親を、えー、施設に預けることが恥さらしやとか、もうそういうふうにこう思い詰めてやる人がむちゃくちゃ多いから。うん そうじゃないよ、言うて。自分かるんです、わか、わかんない。その真っ最中なので、私はこうしてるっていうだけで、もうその語れるほど何にも、ね。いや,い,やいや、い,ですいや、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 私はこうしてるし、えー、こうなった時には、こうしようと思っている。っていう、今のその、えー。いつでも逃げたろうと思ってるとか。その公演の時に、一緒に来てくださいますよ、ね。うん、俺な、行って、何する。っていや、いやなんか、あの、頼もしいって、一緒に行けなかったら。<laughs> うんな、うん、適当な話で辛、つないといくわ。 経験したかのようなフリー